を気に入つつということで土倉パート83やっていきたいと思います。まだ過去の土倉見てないよって方は概要欄に再生リストあるんで、ぜひそちらから見てください。そして皆様いつもコメント高評価絵を本当にありがとうございます。待ってたとか、土マジ最高とか、土倉やっぱ安定最高です。とうとうのあったかくみと本当にありがとうございます。そして今ならなんと、ここから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 、いやここから、見分けてくるこちらが実装チャンネル、プーチョコチャンネル、チャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけで前回ですね、もう鬼畜の作業の作業の作業終わらせました。土屋です。ということで、水族館の水族館の水抜きに、成功したというか、まあ終わったわけですよ。あとはまあまあまあ、もう後々いろいろやっていくんですが、その水抜きコメントに関して本当に鬼畜の作業だったんですけど、俺ね土でやってたんですけど、もう皆さんがね、前の動画からちょっと早回しで俺が撮ってね、見てやってたんですけど、土でやった方がいいよっていうことをね、めちゃくちゃ教えていただいたんで、たくさんの方に本当にありがとうございます。そのおかげでかなり、まあ、時間はかかったけど、規模的に結構でかいの作ったからかかったけど、なんとかできましたよと、ありがとうございます。はい、というわけで今回やっていくことなんですが、そろそろやろうよ TT 破壊ということで、まあ破壊というか、そのちょっと分かなかったんでね、俺のいろいろミスもありまして、で違うところに作るっていう、一応もう立地決めてるんですけれども、その作者さんのコメント、動画新しいコメントとか見たら、その作者さん自体がアップでね、ワンチャン動かなくなる可能性があるので、作るなら今じゃない方がいいっていうコメントがあったんですね。なんでそのどうしようかなと思って、そのアップデートっていうのもいつ来るか分かんないじゃないですか。だから作り出していいものなのかというところなんだよね、なんだよね。だからとりあえず、うわやばい、もうロケターミ4発しかないやん。きっちね、ちょっと倒さなあかんかもしれんな。上まで別にピュッていけるんやけど、まあ時間かかります言うて。やべ、お肉ももうねえやん、控えたなくなってきてる。でシュルシュルシュルはこれね、いる。これなんでいるかっていうと、多分ものすごい量になるんですよ。ちょっと待ってよ、水バケツとかも持ってかなあかんか。まあ水入っとっても大丈夫なんで、垂れ流しになっちゃうからね、上からドヒャー言うて、ジョボジョボ言うて俺のとあ、ほんでその水族館、なんていうの、その周りの水族館のなんていうの、側面っていうか、もう近いとこ全部水抜いたんですけど、それを囲う大枠があるじゃないですか、そこ土でやってるんですよ。土なだけに、なんていうタイミングでペットボトルになっとんねん。そこを砂にした方がいいっていうか、砂やったらよかったな、あ、砂じゃない、ガラスやったらよかったなっていう意見もめっちゃええなと思ったんで、前回、砂、大量に水抜きした砂を、回収して、それを焼いて、ガラスにしようかなと、そこを思ってますんで、安心してくださいませと。さてさてさて、なんか湧いとるとかない？実は湧き出したとか、そうだね。じゃあ上から行きますかね。まあまあ時間かかると思うねん。ねえ、これを生配信でね、やろうっていう感じで言ってたんですけど、もう結構みんなね、前も砂を取るだけみたいなパートでも全然いい言うてくれたんで、まあここは甘えて、こういうのも動画にしていこうかなっていう次第でございます。土屋です。これはいけるか、さすがに。ちゃんとね、ハーフにもしてるんですよ、これ全部。はい、はい、あ、やべ、そこまで掘ったかんか。ガチコリと行くになっちゃう。うわめっちゃ頑張って作ったのにな、個人的には。まあいろいろね、その参考にさせてもらいながらですけれども、あ、なるほどなと。やっぱり自分で作ってみやんことには分かんないからね、何事も。そのマインクラフトとかだけじゃなくても、
料理とかもそう、結局自分でやってみんへんことには理解できないからな。うわ、これすげえ大変な作業や。これはこれってさ、あ、無理か、使えんか。その火薬大事やし、今 TNT でぶっ潰してもあれなのかな、ちゃんと素材として残るんかな。でここら辺のやつは OKOKOK、 下に回収されるから OK。 OK 丸水産、これ多分ワッフル、もっこりもっこりじゃない、もうホリホリの待機を一回回復させに行かなあかんの、それだ一回で足るから。あとコンジット、俺が以前マスオさんに教えてもらったんですけど、すっしっかり忘れる、まさにういあれがあれば、なんてっけ、なんかめちゃくちゃいい効果やったよね、その水中の作業する分においては。で俺もそれもそうやし、なんてっけ、ビーコン作りたいのよ、ビーコン。しっかり回収、一つたりとは無駄にしひん、それが俺流ジャイアンツ。このね、ちょっとあれね、掘るのにこのちょっと当たるかなぐらいとこでやったらめちゃくちゃ入る、げちこり掘れるから。皆さんもね、まあ、知ってる人、統合マンだけやと思うけど、ほら今ホリホリでもこのあれ、このギリギリギリ、キワ攻める、そういうとこをケアしてあげることによって効率っていうのは上がりますから。うん、ほら今遅いやろ、まあ遅くはないけど、このね、当たらへんやん、この際から、ほらわかるかな。なんか自分が自ら作ったものをなんか自分の手で壊すってすごい悲しいことやね。ねえ何やったんや。しかもこの TT に関してはめちゃくちゃ時間使ってますからね、僕。動画以外に試行錯誤したりとか、そういうのの時間に考えたら、もう本当に動画4本分ぐらいいけんちゃうか、ちゅうぐらい。で、こう、いろいろさ、試行錯誤して、もしかしたらこれで、モブ湧くんちゃうかって言ってね。で、やりながら、やばい、今湧いたら、クリーパーとかに潰されるって言って、ウキウキワクワクしながらね、やってたんですけど、全然ワッフル全然湧きませんでしたね。うわ、すげえ、見て、こっからでも全然見える。あれさ、装飾っていうか、いろいろ、光とかもやったらめちゃくちゃ綺麗になるんちゃう。すごいね、なんかゴッソーってゴッソーって抜けてるわ。って言うてる間に上の白ブロックはね全部取りましたよと。で、あとはガチコリ削るだけやから、で全部これ回収してくれるから、水のなんかここに、ここが役に立ってるみたいな。そこじゃないんだよな。いいね、いいよ。こうやってね、モブが、この石とかじゃなくてモブがね流れていく予定やったんですよ。てか湧きさえすればもう完璧やったよな。で、前も言ったけど謎に湧いた1回の湧き、あれ何やったんやろうな。ほらちゃんとしっかりなってるもん。で、下に落ちとるやつは多分時間的に大丈夫、時間っていうかかなり高いところにあるから潰れないっていうか、なくならないと思うんですけどね。土蔵よーし、おつけえですと。そしたら水がねジョバー言うてなったら、ちょっとしゃっこいんで、まず止めてあげて、でシルクタッチで取るから、もっきりも耐久がやばいかも。でもまだこれさ、本当にさ、不幸中の幸いと言いますか、2層でよかった、作ったのが。
これマジで9層とか作っとったらやばかったで。いや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 、うわマジでシュルカーええわ。こんなんシュルカーなかったらさ、また下までね預けに行ってって。お、朝日が夜通し作業、夜通し八兵衛や。お、でも言うとる間にこれが1層、2層目でしょ。あとここと1層だけか。で下の待機場を潰して、あーとあれか、下の水流か。意外といいんじゃないですか、早いんじゃないですか。で超余談なんですけど、俺ね最近なんかねお腹の張りがすごいんですよ。でそれをメンバーに、メンバーっていうかあのセミクラのねメンバーに話したら、ちょっとさガスピタンさ試してみてよって言われて、僕今ちょっと試し出して1日ちょいぐらい経ったんですけど、まさかのね、皆さん知ってますかガスピタンっていう。多分聞いたことあるけど、そんなどんなんかって使ったことないと思うんですよあんまり。水いらずで、あのなんかラムネみたいに食べれるというか、水なしで噛み砕く、飲むんじゃなくて、薬って大体飲むやんか、じゃなくて口の中で溶かすか噛み砕くっていうやつなんですけど、しかもね味もヨーグルト風味、全然苦いとかもなくて、で、まあ、1日半ぐらい今使ってるんですけど、これね効果あると思う。もちろんね俺の場合やったらその毎日ねおビールとか飲んでますんで、それが多分7割は占めてると思うんですけど、あとガスとかね、あれねいいっすよ。ちょっともし同じ悩みの方がいたらぜひ。案件じゃないですよ。はい、ちゅうわけでだいぶ、できてきまして、解体作業が一旦ちょっとねもっきりとかを回復させに下まで戻ってきましたので、ここでおやすみ。さてさてさてと、あとはガラスの部分を破壊したらもう一瞬で終わるね。これ見て、これ集まってきてもうてんの。多分っていうかここにおるんやと思う、この下に。モブが。だから集まってきてるんやと思うんだけど、可愛いんでね、やっぱり釣りしてる時に、釣りコロとゴーレムがおるっていうのがもういいんで、ちょっと、あえて、除去リングファイアせずに残しておきます。はい。で、あとは、あれも全部潰して、高さがね、まだまだあるから、すぐには終わんないですけど、よいしょ。あ、Do you like ってことか。なるほどね。ここ大丈夫。オッケーオッケー。まあ、もっきりと、ホリホリを回復させに、下に行ったっていうのは、まあ、なんていうやろう、付け足しで、実はここから落ちたっていう。あ、そういうね、ことはね、言わなくてもいいんですけど、やっぱ、俺って嘘つけやんタイプのポケモンじゃないですか。なんでね、やっぱ真実を皆さんに話していかないと、ねえ、もうちょいやな、言うてもうちょい。頑張ります。あ、ちょうど見えるね、うっすら見えるでしょ。あっこに高さをちゃんと計算して、立地の仮立地をね、もう設けておりますので、あそこなら大丈夫なんじゃないかなと思ってる。ただ山がね邪魔なんだよね。だから TNT っていうか火薬がめっちゃあったら、もう TNT で山ごと全部ぶっ飛ばすっていうね、そういう荒技もできるんですけれども、そのためにはトラップタワーが必要っていうね、もどかしい話だけど、まだまだあれゲチコリとやらな。よーし、だいぶ終わってきましたね。あとはここを潰して、
ここに登ってくるための石を潰して終わりと。いやーもうね、いつやるんやろ、土いつやるんやろと思ってた方もいると思うんで、ようやく、よいしょ、いやいや、オッケー、ふぅー、え、この中にも結構入ってるよね。うん、ガチコリ系って感じか。じゃあシュルカーに全部ぶち込んで、いやマジで便利なんやけど。あ、ちょっとポンプ、よいしょ、ポイ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 大変なことしすぎじゃない？なんかもうちょいさ、楽にさ、やれることやろうよ。ねえ。土倉さん、ものすごい撮影時間使っちゃってもんな。効率庫。だからリアル効率庫欲しいわ。あ、ちく。おっきょ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 。ちょっとね、多分釣りコロたちが下にいると思うんで、ちょっとな、別にそんな大したことないけど、あ、上から位置落とすだけやから。うん。全然大丈夫だから。うんうんうん。なんか降ってきました、ええー、って言っといたらいいからな。あいつら。よいしょ。やったー！あれも、やらなあかんけど、こっからもう、降りていくだけですよ。よっしゃー！なんか釣りコロたちが、少なくなってる気がすんの。気のせい。すげえな、オールスターやな、お前ら。よーっしゃー、やりたいなと思ったことをやれてよかった。よし、痛い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 、ムラムラムラ。で、あとはエイト、うわ、気持ちいい、あれ、うわー、シャワーや。はい、ちゅうわけで見てください、綺麗さっぱりなくなりました。よし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 、オッケオッケオッケ。さあ釣りする、あれ、おらんくなってる、なんで、寂しい、やっぱり捕まえときゃよかった。こんなに寂しいもんなに。あ、来た来た来た、村長、この時間ですか、言うて、来た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 、お前あかんよ、もう行ったら勝手にね、違うとこ行ってもろたらロック。いや今村長来ましたか、ええ言うて、7来たよね今。うわ、めっちゃ可愛いやんこれ。8、こいつら好きやわ。今村長が来たえ言うて、9、うん、お前おっさとしとんな、完全に。10、かわいい、寄り添って。はい、ということで、TT ね、ちょっと作動しなかったんですけれども、それをきれいさっぱり処理しました。ということで、ちょっと次回っていうか作る時期は未定なんですけれども、必ず作りたいと思っておりますので、ぜひ皆さんご期待くださいませ。この動画が良ければぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとプーチョコチャンネル、実写チャンネル、ツイッターのフォローもお願いいたします。というわけで